それでは、23章の、調和結晶の量子論の話をしていきたいと思います。前回、概要を説明、したんですけれども、結晶が持つ、振動エネルギーの、標識というのが、この数式で、内部エネルギーか、内部エネルギーが、この数式で表されまして、それの温度微分を取ることによって、比熱が計算できるという話をしたと思います。ここでその、内部エネルギーは、すべてのエネルギーの、期待値であるとして、熱統計力学の、考えをベースに、作っています。で、この数式をどのように計算するのかというのが、実際の物質について議論するときに、必要となってくるんですけれども、今日はその話、比較的具体的な、話に入っていきたいと思います。ここで、数式の意味を、復習しますと、ここに入ってくるオメガ S っていうのが、結晶中の、熱振動の、核振動数、核速度みたいなもんですね。で、結晶の形によって、基準振動っていうか、その核速度、取り得る核速度は様々なんですけども、すべての可能性を、計算するので、取り得る核速度を、S っていう名前をつけて、いくつか、列挙して、それを足し、シグマで足し合わせてるんですね。で、その核振動数に対応する波数、波の方向だとか、波の運動量みたいなものを表す波数ベクトルっていうのも、定義して、で、これも可能性としてはたくさんあるので、それを全部足し合わせて期待値を取って内部エネルギーを計算していると。で、温度微分を取ることによって比熱を出していますというふうな話なわけです。で、この数式が、本でいうところの23章の 23.12 式のところに書かれてありますので、詳細は、そのあたり本を読み込んでいただければと思います。で、実際の結晶は、十分大きいものであるというふうに、仮定できますので、大きな結晶の極限を取ることによって、計算の簡略化を試みます。具体的にはここのシグマの部分を、積分に変換するわけですね。で、足し算は K と S、波数ベクトルと基準振動 S について足し合わせているんですけども、波数ベクトルは、量子力学的にはなんか飛び飛びの値を取るという話を前回、しましたが、それを、積分に置き換えます。すなわち、波数は飛び飛びの、不連続の値を取るけれども、挙手的に見れば、すごくたくさんあるので、積分で近似できるでしょうということで、このシグマを、積分に置き換えます。で、ここは DK か。こうなるんですかね。で、どうして、積分に置き換えるときに 2π の3乗で割るのかっていうのは、数学的なテクニックでもありますし、この本でもどっかに付録か何かに理由付けがされていると思うので、詳細はそこら辺を、参照していただきたいんですけども、ともかくこれを置き換えてここに持ってくるわけですね。で、それで立てた数式が、この本でいうところの 23.15 式になるんですかね。630ページの 23.15 式になります。で、ここで、この 23.12 にも入っているオメガ S っていうのに、ちょっと注目しますと、
このオメガ S っていうのが、基準振動の各振動数と波数ベクトルに関する関数で、この基準振動も、波数、つまり波の、数、速度みたいなものが、運動量みたいなものがちょっと変わると、基準振動が、各振動数が変わる場合があるんですね。で、その、関係が、分散関係って言って、結晶によって様々、いろんな種類があります。で、それについては、この本でも、粗く、説明してまして、それが631ページですね。631ページに、図の23.1っていうのがあって、その波数と、各速度との、関係の、例を、例示しています。で、本では2種類しかないんですけども、結晶が複雑になるとだんだん複雑になってきて、いろいろ計算が面倒くさくなってくる点はあるんですね。いずれにせよ、そのどの結晶だと分散関係がどうかっていうのは、いろいろ計算すると、類推できることもあるし、実験的に求める場合もあります。で、そういう、数値をうまく、導入して、23.15、つまりベースとなる23.12のここら辺に、必要なパラメータを入れて、積分計算をすることによって内部エネルギーが計算できて、温度微分をとって、比熱が計算できますよ、いうふうな、ことが、この本では書かれているというわけです。で、一般論としてはこういう感じなんですけども、もうちょっと具体的な話をしましょうっていうことで、この本でもいろんな近似例、その、いろいろ特徴的な例についていろいろ、考えているわけですね。例えば、630ページ以降では、低温比熱っていうのを、例えば紹介しています。要はその23.15式をいろんな特別な条件のもとで、計算するとどういうふうになりますかっていう、なんか典型的な例をいくつか紹介してるんですね。例えば、低温比熱っていうのは、温度が十分ゼロに近い場合、どれぐらい近いかっていうと、10ケルビン以下だとか、もっと言うと5ケルビン以下だとか、ものすごい低い極限に相当するんですけども、その時は、要するにその、この数式で、温度が入ってくるのがベータのとこか、温度が t が0に近づいていくっていうことは、ベータが、無限大の場合の極限を、ここで計算しましょうよっていうことをしてるわけですね。で、本では結構長々と書いてて、いろんなテクニックで、いろいろ省略できるんですよっていうことをずらずら書いてるんですよね。で、ここではちょっとそこら辺の式を追うと大変なので、結論だけを言いますと、632ページのところですかね。十分温度がゼロに小さい極限では、23.20式みたいになると。これぐらいは書き出しましょうか。比熱っていうのは、話せば長くなることながら、最終的に、こういう感じになりますよっていうことが、書いてあります。で、ここで、その、KB っていうのが、この KB とこの KB 一緒ですね。これとこれは一緒で、ボルツマン定数で、C は
音速なんじゃないかなと。あ、そうでないですね。男性乗数とかっていうふうに、書いてますね。もうちょっとちゃんと書いてあるのかな。23.18式に出てくる位相速度と直接結びついてくる男性乗数。なんか、ちょっと複雑そうなので、あんまり深入りすると大変なので、まあ、概略だけ、まあ、粗く説明すると、男性乗数と関係している。男性乗数っていうのは物質の柔らかさみたいなものに、関係する数値なので、まあ、要はその硬い物質とで柔らかい物質の違いが、ここの比熱のこの部分の項に出てくると。あともう一個大事なのは温度の惨状に比例しますよっていうことだと思うんですけど、そういうことどっかに書いてますかね。どっかに多分書いてあるんじゃないかなと思います。まあ、ともかく、低温比熱は温度の惨状に比例しますよっていうことが、この本には、書いてあるんじゃないかなと思います。で、その次に、もうちょっと高い温度ではどうなってますかっていうのが、633ページ以降に書いてますね。中間温度ではどうなんですかと。まあ、いうふうなことが書いてまして、前回、温度が高い極限の話を確かしたんですよね。デュロンプティのなんとかってやつで、今、低温で温度が十分低いときっていうのを考えたので、まあ、そのちょうど間はどうなってますかってことですね。で、まあ、やることは基本的には一緒で、この23.12、まあ、ひいては23.15をどうやって計算するのかっていう話なんです。で、ここの式で難しいところは、まあ、この一番不確定なのは、ここの分散関係っていうか、オメガと K との関係だと思うんですよ。で、まあ、これを簡略化するために、まあ、いろんな近似計算っていうのがあって、それが、いわゆるデバイ模型だとか、アインシュタイン模型っていうやつなんです。で、まあ、この本の順番に従って、デバイ模型を例にとっていきますと、まあ、これも、まあ、こう、近似したらいいでしょうっていう、まあ、例なので、まあ、とりあえず定義だけしていきますけど、デバイ模型では、分散関係オメガっていうのは、波数に比例するというふうな、形になってます。で、これはどういうバックグラウンドかっていうと、まあ、ごく一般的な話なんですよね。で、一般にその角速度、オメガっていうのは、何なのかな。周波数で表すと、オメガイコール 2πf。まあ、男性振動っていうのは、まあ、音の音波みたいなものだと思ってもらえればよくて、
まあ、弦の振動、まあ、ギターだとかの弦の振動と、まあ、似たイメージで捉えるんですよね。で、波数っていうのは波長を使って、ラムダ分の 2π っていうふうな一般的な式がありますよね。で、オメガを高仮定して、波数を高仮定すると、これとこれをここに代入すると、F イコールラムダ分の C って書けますよね。つまり C イコール F ラムダで、波の速度と波長と、振動数の、まあ、関係式、まあ、高校物理でよくやるような式が出てくるわけです。すなわち、音速が常に一定であるっていう仮定のもとに、比熱を計算しましょうと。その物質の固体中の、まあ、弾性振動っていうのを、まあ、音の振動とみなして、で、まあ、その音が常に一定であると、まあ、いう、まあ、仮定、まあ、それが実はこれって全てに、まあ、言えることじゃなくて、その音っていうのは、その音の種類によっては、同じ物質中に伝わる速さが速かったり遅かったりするんですよ。で、まあ、それで、こっちの、比熱の計算では、分散関係っていうのを、定義して、すごい複雑な、まあ、計算をしてるんですけど、まあ、それを、まあ、粗く、オメガと、K が比例関係にあるっていう仮定のもとで計算しましょうよっていう、まあ、計算をしているというふうに、考えてください。で、それに加えてもう一個、まあ、デバイの条件では、もう一個縛りがあって、オメガが、K で、に比例するっていうものの他に、波数には上限があると。まあ、それを、ここでは、デバイの D を取って KD って置いてるんですかね。こういう仮定のもとに、比熱を計算しているということをやってます。まあ、それを図で表すと、分散関係の図っていうのが、この本にもどっかに、図の23.1にありますよね。まあ、それと同じ感じで、デバイ模型の分散関係っていうのを図で表すと、横軸を、K の、まあ、ある方向にしますか。KX、KY、KZ っていうふうにとって、縦軸にオメガを取りますか。そうすると、まあ、この数式の意味を出すところは、こういう直線を、取りますと。で、上限があるので、上限を例えば KD としますか。こうなっていると。つまり、物質中に伝わる音波、弾性波の、モードっていうんですけど、弾性波の、種類っていうのが、この直線上にしかないですよっていうふうな仮定を計算しているわけです。そうすると、この23.12式っていうのが、単純になりまして、ここのオメガ S の K っていうよくわかんない関数の中に、これを代入するわけですよ。で、なおかつ、積分するときは、期待値は全ての可能性を足し合わせて平均を取るんですけど、そのすべて、取るところを、
K の無限大までじゃなくて、ここまで、つまり、23.15式の無限大に相当するところの積分範囲が KD になりますという、ことになるわけですね。で、まあ、そういうバックグラウンドの下で、23.15式の、積分計算をしましたっていうのが、このデバイ模型の、ベースになります。で、この分散関係っていうか、その比例関係は、この本では23.21って名前ついてますね。これが23.21式になるんですかね。で、それを計算したらどうなるでしょうかっていうのが、次以降、まあ、具体的に計算はいろんなテクニックを使って、いろいろぐりぐり計算してるんですよね。で、まあ、そのあたりはまた詳細は、まあ、自力でフォローしていただくか、本を参照していただければと思うんですけど、一応この本でも著者なりに、どっかに計算の仕方とか書いてあるんじゃないかなと思うんですよね。だから付録を見ようとかってどっかに書いてないですかね。まあちょっとわかんないですけど、最終的な、形、式の形がどうなるのかっていうのだけ、ここでは、書いてみましょうか。まあ、本で言うと23.26式なんですけど、CV っていうのが、話せば長くなることながら、こう書けると。それで、ここで、シータ D の定義式がどっかに書いたのかな？この記号がシータの大文字なんですけど、KB シータ D っていうのが、チバオメガ D って書いてて、これがデバイ振動数ってやつですかね。で、これが、HCKD と。で、この KD っていうのが、これですね。今その、分散関係でいうところのここの上限、ここの KD っていうのがここに相当している。で、こっからデバイ角振動数だとか、デバイ温度っていうのが、定義されていると。で、この、デバイ温度っていうのが、この比熱のここの部分に、入ってくるわけですね。で、まあ、残りの、N っていうのは、物質の、モル数だとか、分子量だとかから、計、あの、類推できて、で、KB は、ボルツマン定数だからユニバーサルな、まあ、数値なんですよね。まあ、すなわち、N と、
物質の、原子の数みたいなものに相当するスモール n と、デバイ温度っていうパラメーター、この2つのパラメーターを使って、物質中の、比熱、振動に関する比熱が、計算ができますよっていうことが、この数式から、見積もる、わかります。23.16じゃなくて23.26ですね。というふうな、話が、ここでは書かれています。で、温度が十分低い極限ではどうなるかっていうのが次の、237ページですかね。に、書かれてて、あ、635ページか。さっきからちょっとページ番号がいろいろぐちゃぐちゃになってましたけど、23章の、635ページのところに、書かれてまして、温度が0、十分0に近いとき、23.26式は、CV イコール、話せば長くなることながら、最終的に こんな感じ。さっき低温比熱で、t の3乗に比例しますよっていうふうに言いましたけど、その t の3乗の項が、この23.26式の近似計算をすると出てくる。まあ、この辺は数学のテクニックを使うんですけどね。で、まあ、いうふうな感じで、出てくるというふうな、ことが、言えるわけですね。で、逆に高温の極限ではどうなるかっていうのは、この本には書いてあるんですかね。あ、書いてはありますね。この本の636ページ以降ですかね、今書いてあるんですけど、温度が十分高い、極限では、おそらく一定値になると思うんですよ。で、まあ、この辺も詳細はまた頑張って数学で計算していただければと思うんですけど、まあ、そういうことで、デバイモデル、23.26式を使うと、まあ、ここではその中間温度の比熱がどうなりますかっていうことを、まあ、から話スタートしたんですけど、この数式の温度0の極限と温度無限大の極限を計算すると、低温では3乗速、比熱が温度に3乗する法則で、高温では、比熱は常に一定であるというドゥロンプティの法則を、説明すると。いうふうな形に、なっているはずです。で、実際の物質はどうなのかっていうのが、これ以降、いろいろ説明はされているんじゃないですかね。例えば、635ページでは、まあ、この比熱を表すパラメーターの一つであるデバイ温度、シータ D が、どれぐらいに値するのか。これ、なんでデバイ温度っていうのかっていうと、温度の次元を持ってるから、仮想的に温度っていう名前をつけてるんですけど、表の23.1式に、どの物質だとデバイ温度が何度ですよっていうのが、まあ、書いてあって、
まあ、これをもとに、計算した比熱と実際の比熱の測定値がおそらく一致するんだと思うんですよね。で、さらに言うと、まあ、実際の物質をいろいろ計算すると、まあ、デバイ温度っていうのがそもそも、ここでは、一定値として定義してるんですけど、ここの式が、この本でいうところの23.25式か。23.25式では、KD のその波数の上限が決まってるので、まあ、これ定数ですから、デバイ温度って一定なんですけど、実際はそうじゃない場合がありますよってことで、まあ、そうじゃないっていうふうに計算することもありますよっていうことが、636ページ以降には、まあ、つらつら書いてて、まあ、このあたりの話は、ちょっと話が、深いところになるんですけど、まあ、でも、大体、一定値として計算をするっていうのが、実際の、研究での、まあ、出発点とか、叩き台になるかなと思うんですよね。例えば、図の23.3式では、この図が、ここのデバイモデルの比熱の温度変化がどうなるのかなっていうのが書いてあると思うんですけど、まあ、ちょっと書き出すと、図の23.3式、636ページでは、縦軸に比熱をとって、横軸に、温度をとってますよね。まあ、デバイ温度で比較してますけどね。こうすると、こうなりますよっていうふうな感じの、図が書いてあると思うんですよ。で、その23.3ではこんな感じの図があると思うんですけど、これっていうのは、23.26式を図示したものだと思ってもらえれば、図示して、まあ、もらったものだと思えばよくて、で、まあ、図示した中で、ここの低温の極限は、t の3乗、温度の3乗に比例してて、高温の極限では、デュロンプティの一定値に相当しますよっていうことが、ここでは、説明が出されています。これで、デバイモデルの話が終わったことになるんじゃないですかね。そうですね。これで一応、この本では637ページまで、説明したことに、なるかと思います。で、次に、もう一個のモデル計算をちょっと紹介しようかと思います。それが、638ページの、アインシュタイン模型っていうやつですね。アインシュタイン模型では、どういうことをやってるんですかね。まあ、これもこういう過程ですよっていうのは、本を読んでいくと書いてあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、ちょっと読んでみますかね。638ページの真ん中辺ですね。多原子基本構造を持つ結晶のデバイ模型では、スペクトルの光の分子は低い K の値が音の分子を与えるような同じ線形関係の高い、K 値で表されていた。すなわち、オメガと K が比例関係にあるっていう、そういうことがベースだったってことですね。で、ここからが次か。さ、えっと、別の方式は、あたりからアインシュタインの話が入ってるんですかね。別の方式は、デバイ模型をスペクトルの3つの音の分子にだけ適用することである。光の、分子は、アインシュタイン近似によって表され、各々の光学分子の振動数は
K によらないあるオメガで置き換えられる。23.22262627中の密度の N は単位あたりの基本光子の数にとり、23.26は音の分子の気をに与えるようにしなければならない。で、各光の分子はアインシュタイン近似では熱エネルギー密度に23.28を寄与し、したがって、もし P5 のそのような分子があれば、比熱に次のような不可光が加わるであろう。意味わかりますかね？なんか難しく書いてあるような、まあ、気もするんですけど、まあ、僕なりに噛み砕いて言うとですね、やっぱりこのオメガ S の決め方の話なんですよ。オメガ S の決め方の話で、さっきのデバイ模型では、オメガと K との関係が比例関係にあるっていう話だったんですけど、アインシュタインはもっと簡単でですね、オメガが1個しかないなとか、まあ、ある一定個しかないっていう仮定のもとに、計算をしているということなんですよね。つまり、まあ、オメガが比例より簡単で、まあ、定数であるという仮定のもとに、比熱を計算しようとしているというふうに、考えていただければと思います。だから、どう言えばいいかな。まあ、要は数式で言うと23.28式なんですけど、ちょっとホワイトボードを変えなきゃなんないかな。アインシュタイン模型では、ですね。元の式が何て言いましたっけ？ 23 点。元の式が23.12か。23.12で、それに積分記号を入れるので、CV イコール、ランド T。という感じですかね。これで、意味わかりますかね。まあ、要は、このオメガ S っていうのが、さっきは、
波数の関数だったんですよね。波数の関数だったんですけど、まあ、定数一定値を取りますと。で、この一定値を取るオメガ S がいくつかあるから、シグマがいくつか残ってるんですけど、まあ、こういう感じなので、ここが定数である分、積分はさっきより簡単になるんですよ。で、それをいろいろ省略して書いたら、23.23式みたいな形になるんじゃないかなと思います。23.20かな。アインシュタイン模型だから、もっと先か。あ、具体的な数式は23.28しかないんですけど、例えば、オメガ S が1種類のとき、このときは、この本では、オメガ S が、オメガ、アインシュタインの E をとって、オメガ E としてるんですけど、そうすると、シグマすら取れるんですよね。そうすると、ここの CV っていうのは、ラムダ、ラ、えー、ラウンドラウンド T かけることの、ここはあれか、その、アインシュタイン模型では、波数は、積分なので、ここの K はいらないのかな？ S だけをシグマしなければならないんですけど、オメガ S が1種類の場合は、それも省略できて、だから、こうなるのか。積分の、ちょっと同じような式をずらずら書くことになりますけど、こういう感じで、書くことができるという感じになります。まあ、何種類かあるときは、こういう、その、オメガの種類だけ足し算して、1種類しかないときは、1種類だけ計算する。まあ、いうふうな感じですね。で、この形だと、どういうふうに、比熱の温度変化が書けるかっていうのが、図にも一応書いてあるんですね。この本では、ちょっとページが飛びますけど、640ページかな。640ページに、比熱と、温度との関係が書いてあるんですけど、まあ、大体デバイモデルと似たような形になります。縦軸が、CV として、横軸が温度とすると、こんな感じ。まあ、さっきと似てますよね。さっきと似てて、多分低温では、T の3乗に近いような形。で、温度が高いときは、ディロンプティに従って、温度に対して一定値を取るというふうな形になってまして、まあ、デバイモデルと、まあ、似たような形で、まあ、でも微妙に違いますよということで、図の23.5では、640ページの図の23.5では、まあ、比較がなされてますけど、まあ、形が近いなっていうのが、まあ、伝わればと思います。まあ、ということで、まあ、比熱の計算例っていうのも、今日はちょっと例示したんですけど、2種類についてですね、デバイモデルとアインシュタインモデルについて、まあ、例示、したのですけれども、まあ、やってることは、ポリシーは一緒でですね、今、その、結晶中の、熱振動を、
考慮して、まあ、熱振動が、まあ、音波みたいな、その音の振動に、置き換えてですね、で、その分散関係っていう各振動数と、波数の関係を、まあ、こういうふうなもんなんだろうなっていう仮定のもとに計算をしました。だその分散関係をどう計算するかで、比熱の求め方っていうのが微妙に変わってくると。で、まあ、式のベースは一緒ですけどね、まあ、そういうふうなことが、書かれてあると思ってもらえればと思います。で、実際の物質は、どのモデルに適用するのか、そのデバイモデル、もしくはアインシュタインモデル、もしくは、まあ、第3、第4のモデルが何かあるかだとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、それは状況に応じて、まあ、その使い分けていくことになると思うんですね。まあ、例えば、デバイモデルとアインシュタインモデルはどっちが近いかなっていうところから、まあ、いろいろ分かることもあるし、まあ、もしデバイモデルの方が近ければ、実は物質中、結晶はこういう形作り方をしてるんだとか、アインシュタインモデルだったら、結晶中にはこういうことが起こってるんだろうなとか、まあ、実験結果からどっちのモデルが近しいかっていうことから、類推できることもあるし、まあ、そういう、まあ、ふうなことを、まあ、繰り返すことによって、その実験データと、計算モデルとの、比較検討を行うことによって、実際の物質の、履歴だとか、っていうのが、履歴っていうか、そのバックグラウンドか、どういう、物質なのかっていうのを、理解できると、まあ、いうことが、あるかと思います。さて、これでどこまで話したんですかね。この本では640ページの、まあ、アインシュタインモデルの話まで、したんですかね。で、まあ、これ以降、この23章では、他の、なんか、特殊な例をいくつか紹介してるんですよね。例えば、640ページでは、光子比熱、電子比熱の比較って書いてあって、まあ、ここでは、その金属中の、まあ、比熱の例を取ってるんです。あ、紹介してるんですよ。で、光子比熱っていうのは、要するにその結晶中の熱振動、まあ、その結晶を構成する原子の熱振動を、いわゆる弾性振動っていうんですかね、連星振動か、連線振動だとか音波に置き換えて比熱を出しているんですけど、電子比熱っていうのは、例えば金属中に、まあ、動いている自由電子が持っている、熱なんですよ。で、まあ、それの比較をしてるんですね、ここの、セクションでは。で、その他にも、次のセクションでは、基準振動の密度。今なんか熱振動の密度の話をしてるんですかね。まあ、これもその物質によって、様々いろんなことが起こり得ますよっていうことが、紹介されてるんだと思うんですよね。そのデバイと、アインシュタインがどっちが、近いかだとか、他にももうちょっと特殊な振動があり得るかどうかっていうのが、いろいろ紹介されてて、で、その次が643ページ以降ですかね。これは黒体輻射の理論って書いてありますけど、これは何かっていうと、ものすごい高温の例ですね。その物質に、熱をものすごく与えると、また状態が変わるんですよね。まあ、皆さんもなんとなく、見たことがある人も多いと思うんですけど、鉄を、熱すると赤くなるだとか、まあ、ガスバーナーでも同じ感じですかね。その火を、熱を、炎を、つけると、赤くなると、火って赤く光りますよと。で、その輻射、火の光はまたちょっとプラズマとかだから違うかな。やっぱ鉄の熱して赤くなるだとか、それの方が近いような気もするんですけど、その赤くなった様子、あとは、まあ、言い換えるなら、その赤くなった時のその鉄の熱容量がどうなってるかだとか、そういう、まあ、話が書かれてるんですよね。まあでもやってることは一緒で、
その光の、まあ、輻射でも、光が持っている、内部エネルギーを計算して、でその内部エネルギーの期待値から比熱だとか熱容量というのを計算できるんですけど、まあ、その類似について紹介していると、まあ、思ってもらえればと思います。まあ、何にせよ今日の、まあ、主題っていうか理解してほしいところは、まあまあ、要するに比熱の求め方の例ですね。結晶だとどうなりますかだとか、まあ、いろいろ具体的には細かいところはいろいろあるんですけど、まあ、要するにやりたいことはその物質中でも何でも、内部エネルギーの期待値を計算して、その、内部エネルギーの期待値から、温度微分することによって比熱が求められるっていうのは、まあ、熱統計力学でよくやるなんか手法なんですけど、その手法を、まあ、固体、結晶に取り入れましたと。取り入れたらどうなりますかっていうのを、まあ、紹介したわけです。まあ、代表例として、主要な例として特にデバイ模型とアインシュタイン模型を紹介したと思ってもらえればと思います。で、まあ、これで、まあ、僕の中では23章がだいたい説明し終わったつもりではあるんですけど、まあ、なんか質問などあれば、受け付けますし、何もなければ今日はこれで終わりにしたいなと思います。終わっていいですかね。終わってよければこれで今日は終わりにします。以上です。お疲れ様です。